どうしたらいいの？ねえ、来たな。僕はアマゴ獣勇士見習い山中鹿之助。この砂があれなんだっけ、こちらに人探しの上手な鑑定さんがいるって聞いたんですけど、この名探偵鹿之助に何かご用ですか？って、あなたは毛利被害者の会会長の金吾くん。副会長の鹿之助くんだ。なんだ、名探偵って。アマゴの獣勇士、キャツラを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。天海様がいなくなっちゃったんだ。探してみよう。なるほど、それでこの名探偵鹿之助を詳しく聞かせてくださいっす。カクカクシカジカマグマグマグ。砂と共に育ち、我らの自由はここにある。兜がなければ即死であった。おやさん、これは新たな事件っす。おいしいわ正義。この山は厄介っすね、金吾君。厄介？山にそんな貝がいるの？まさか天海様、その貝を食べに。まあ落ち着いて、少し状況を整理しましょう。幾千もの夜と孤独がむせびなき日、砂の防壁は生まれた。さっき顔を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。君は小砂を感じたことがあるか？
腹が空いているので後にしてくれませんか。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。もっと骨のあるやつはいねえのか。キング君、この天海様の素顔は見たことあるんすか。天海様は出会った時からお面で、いつもお面だったよ。大切な仮面を置いての失踪、これは誘拐事件っすね。妖怪事件？事件になるほど甘くて美味しいんだね。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。砂塵に鍛え上げられし、この強靭なる足腰を見よ。こんなことができる人物、それはただ一人。いや、しかし、そんな、まさか。おやさん、この山はやばいっす。天海様がいなくなった時、金吾君は何をしてましたか。徹夜で一人鍋かな。それで天海様を誘おうとしたら、いくら探してもいなかったんだ。話が全く。噛み合わない。まさか、残された仮面は、犯人を示す死者の伝言。噛み切れない？死者もお伝言を？天海様、やっぱり何か食べに行ったのかな。今度こそ僕たちの出番っすね。よし、行きましょう。ちょっと待ってください。おやさん、おつの拝着。山中鹿之助、操作開始。全ての謎はキリンジの角に集まり、一つの真実に変わる。天海誘拐事件の下手人はキング君、あなたです。僕、天海様の妖怪なんて立ってないよ。ですよね。キング君が下手人なわけないっすよね。僕もそう思っていたっす。手がかりは仮面。仮面を取る必要性、それは、そう、天海様はものすごく大きいものを食べたかった。やっぱり僕もそう思ったんだよ。急いで追いかけて一緒にマグマグ。キング君、天海様が仮面を外してまで食べたがるような大きな食べ物に心当たりは。食べるよ。わからないよ。でも急がないと僕の分がなくなっちゃうかも。こうなる前に僕が駆けつけていれば。なんたる不思議。こうなったら日の本捜査も足を使って調査す。締めにもう一鍋。これ元々だからね。
もしかして噂で聞いたバーベキュー？くせ者が！こっちか！今お腹が空いているので後にしてくれませんか？はあ。あらゆるお肉とご飯を焼きまくる大焼肉大会バーベキュー。天才さんの目的はこれだったんだね。新手が来たぞ。信長様に近づけるな。敵は我が目の前にあり。これだけの火力なら分厚いお肉にも火が通るね。我らを食らってやるとの挑発か。殊勝なことよ、光秀。さあ、楽しみましょう、信長。将の一人や二人抜けようと、最強は織田に違いなし。攻防一体のあの武器は何だ？え？なぜ？なんだろうこの匂い。肉の焼き方が良くないよ。それとも食材選びが良くないのかな。も燃え盛る本能寺を死肉に例えるか。貴様やはり明智の手下だな。成功でもいいな、奇策もいいな、どうすれば良いのだ。この鍋で我らを料理するつもりか。おのれあきめ者どもかかれ。いやー、ご飯の取り合い、バーベキューってこんなに激しい料理なの。あー、ご飯はあげないよ。余興ぞ、陸奥の手段をはみてなお仁王だって見せい。よろく。光秀様は賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。光秀様と信長様を無二の主従と思っていたんだ。さんとほす、貴様の本性はいかに。もっと、もっと私だけを、信長公。光秀。うん、魔王様でバーベキューを。やっぱりすごい料理なんだ。はっ、この細くて顔色の悪い人はまさか。はじめまして、君もバーベキューを食べに来たの？そんなに痩せてよっぽど楽しみにしてたんだね。さようなさい。私の宴を妨げるなら消えてもらいます。ああ、楽しい宴なんだからみんなで仲良く分けようよ。こやつは夢の世で貴様が飼いならせし鍋虫か。
信長子、どうか私を、私だけを見てください。おいしく味付けするから僕にも食べさせてよ。天海様どこなの？いるなら返事してよ。お黙りなさい、金吾さん。はい。なんでそんなに睨むんですか？そちらこそ、これ以上見るなら殺します。トンビに油揚げをさらわれるか。巣に行けば食べ放題だね。僕は戦国の隠し味になりたいんだ。屈指くぐつか、手向い無くろか、望みの末を選んでみせい。喜べ者よ、その身にてしばし糸間を潰さんとす。僕もやるの？ガシッと一緒に頑張りましょう。今なぜここに？魔王様はな、心暗き者にとっては宿なのだ。火星音。やめてよ。僕は天海様を探しに来ただけで。もうその方には会えません。天海様もきっと僕を探しているんだよ。あなたを。だって天海様は僕のことをからかってないとつまらなそうなんだ。だから今頃退屈してるはずで。助けて天海様。その方はきっと宇宙に帰っているでしょう。そうなの？教えてくれてありがとう。もしかして君天海様？そう、友達。行きなさい。いつまでもここにいるならあなたを料理して差し上げます。天海様。